はい、オリックス命の現役教師大ちゃんです。はい、今日は試合がない日ということなんで重大発表の動画です。はい、重大発表です、しますということでちょっといろいろお知らせもしていたので、今日はね、こう重大発表をしたいなと思います。まあ、そして重大発表のテーマはですね、まあ、もうこちら書かせていただきましたけれども、大キャノンの夏休み。はい、もう皆さんね、あとちょっとで夏休みですよ。はい、7月、もう今日が8日ということなんでね、もうあと10日ちょっと経てば、夏休みやってくるということで、大キャノンの夏休み、ね、やっぱりね、学校の先生ね、唯一の楽しみ唯一の楽しみなんて言っちゃいけないですけど、夏休みですよ。まあまだね、まあ一応学校は休みになるので、まあなんとかですね、もちろんいろいろあるんですけどね、全然世の中の先生方はお休みばっかりじゃない、そこは誤解じゃないですね。学校の先生休みやっていいねとかそういうのは思わないでくださいね。全然休みじゃない人ばっかりなので、はい、ただまあ取りやすい、取りやすい、大キャノンみたいに思い切れば取れるっていう期間ではあるので、ぜひですね、大キャノンの夏休み何するのかっていうのをちょっとね、今日聞いていただきたいなと思います。はい、では一体どこに行くのか、どこに行くのかですけれども、はい、もうちょっとね、そういう格好してますよ。ボストンに行ってまいります。アメリカね、アメリカのボストンね、アメリカですよ。私にとってはもう何年ぶりですかね、13年とか、私最初のキングコーの最終年にシアトルに行かせていただいたので、その時以来のボストン、アメリカね、何をしに行くかといえば、もちろん力を求める限り歌の困難の乗り越え、前人未到の境地、名乗りに行動の名はマッサッタカ、マッサッタカ、マッサッタカ、イエーイ、吉田正尚選手を見に行きます。はい、見てください、こちら、はい、なんとボストンレッドソックスの帽子、これも本日買ってまいりました。ニューエラーさんの本当のね、店舗の方で。すごくないか、7番。はい、番号入れてくれるんですよ。これね、7番、背番号の7を入れていただきました。もう準備万端です、これで。吉田正尚選手を生で、ミニ、ボストンまで行ってまいります。もちろんいろいろね、今年結構、紆余曲折あって吉田選手が、まあ、ちょっとスタメンを外れたりとかね、その4月当初はあったりして、でこう怪我でね、IL 入りもして、こう吉田選手もうスタメンじゃなくなっちゃうんじゃないのみたいな心配もあったんですけど、見ましたか、あのホームランあのヤンキースの守護神から9回ツーアウト同点ツーランホームラン、なんていうんですか、メキシコ戦の時のようなパーンってね、すくい上げるようなホームランで、ヤンキース戦と土壇場でレッドソックスにとってはもう一番大事なヤンキース戦ね、阪神にとっての巨人戦みたいな感じのヤンキース戦で同点ツーラン、ね、そのあとオリックスで勝ったんで、もう吉田選手のおかげで勝ったと言っても過言ではない。もうコーラ監督ですから、レッドソックスなんか今ベタ褒めらしいですね、吉田選手は。なんでね、もう間違いないでしょ、まあ、そこまでになんかすごい怪我とかない限りは吉田選手確実に見れるので、はい、行ってまいります。もう航空券、ホテル取りました。そしてボストンレッドソックスのホームフェンウェイパークのチケットも取っております。はい、メジャーってね、あれですね、応援席とか決まってないんですね。まあシアトル行った時ももちろんそう、その時はそこまでそんな気にしなかったけど、今
プロ野球ってね、その相手チームのなんかグッズとかで入っちゃい、持って入っちゃいけませんよみたいなゾーンがあるんですけど、そのチームだけの応援のゾーンみたいなのがあるのですけど、アメリカは別にそういうことなくて、特になんか、まあそもそもね、ああいうだから何者応援ないですよね、応援団が応援するみたいなのがアメリカはないので、まあ、なんでみんな思い思いの席に自分の、ね、好きなチームのユニフォームで来るっていうのが普通らしくて、はい、1日目外野をね、取りました、ライトをね、取って。グリーンモンスター撮りましたよ。知ってますか皆さん、グリーンモンスター、レッドソックスの本拠地のフェンウェイパークにはグリーンモンスターっていう、ね、レフトにめちゃくちゃ高い壁があるんですよ。でそのね、グリーンモンスターの上の席っていうのはもう、フェンウェイパークではめちゃくちゃいい席としてすごく有名で、最善はね、何十万もするんですよ。20万以上はしてましたね、値段見ましたけど。はい、まあ、最善ではないけどね、もちろん最善ではないんで、1万6千ぐらいだったかな、確か。ただ本当に上に上がります。グリーンモンスターのレッドソックスファン憧れのグリーンモンスターの上に上がってまいります。はい、めちゃくちゃ楽しみですね。今からワクワクしてます。まあでいつ行くかなんですけど、はい、今でしょじゃないですか、はい、8月の24出国ですね。はい、1月24日に出ます。そして帰ってくるのが8月の29日ですね。もう5日間、行ってまいります。8月の29日ね、8月の29、これはですね、私の勤務校でですね、8月30から学校なんですけど、8月29まで行ってるというね、すごい、ギリギリに帰ってくる、前日に帰ってきます。ね、うちの学校、9月まで休みじゃないんですよ。おかしいよね、絶対おかしいよ、夏休み、絶対8月までずっと休みの方がいいって。まあ、っていうわけなんですけど、まあ、一応その前日まで、ちょっと行ってくるということなんですね。まあ、非常にめちゃくちゃ楽しみ、ギリギリまで夏休み楽しみたいと思います。はい、そんなね、日程になっております。ただもう本当この日程なんですけど、実はボストンに5日間行くのかと思ったらそういうわけじゃなくて、実はこの、ね、乗り継ぎ、やっぱアメリカ旅行とかね、ヨーロッパ旅行とかね、いろんな世界各国で、まあ、遠くに行く場合って乗り継ぎトランジットがすごいあるんですよね。で、なんとね、すごいよ結構、これトランジットのおかげで、本当旅行代金がやっぱりね安いんですよね。で、まあ、本当に直行便で同じ日程で直行便で往復ってなるとプラス40万かかります。あ、面白い、プラス20万かかる、40万かかるのよ、つまり40万以上のお金になっちゃうんだよね、飛行機とホテルだけで。私今回飛行機とホテルで20万台なんですけど、乗り継ぎ直行だと40万台になっちゃう、プラス20万になっちゃうんです。なので、まあ、ちょっとやっぱ乗り継ぎにしたんですけど、その乗り継ぎのね、時間がすごいんですよ。なんと行きがアトランタ14時間、夕方に着いて次の翌朝出るみたいな、そんな感じなんで14時間っす。まあ空港でね過ごす人もいるらしいんですけど、まあなんかアトランタもね、ぜひなんかちょっと街とか見れたらすごい嬉しいなと思うんですけど、はい、で帰りもなんですけど、帰りもですね、帰りはシアトル21時間です。21時間、ほぼ1日じゃねえかみたいなね。21時間、シアトル滞在。もうこれはね、出ます。空港から出ます。私、なんともう、T モバイルパーク、今 T モバイルパークとしてマリナーズの本拠地、なんとこの日、メジャーの試合あるんですよ。はい、なので、なんと私、シアトルでも
メジャーリーグ観戦行ってまいります。いやー楽しみだな。13年ぶりのシアトル、シアトルはすぐ街じゃん、電車でね、球場まで行ける。13年前も行ってたので、すごく、ね、楽しみですね。街もちょっと懐かしい気も多分するだろうし、はい、シアトルね、はい、まあ、僕はだからボストンで、ボストンはだからボストンで2日間ぐらいしかないですね。ボストンで試合見る試合はレッドソックス対ダイヤモンドバックスと、レッドソックス対ブルージェイズというね、チームね、もしかしたら菊池雄星投手も投げるんじゃないかっていうね、すごい期待ね。まあ本当その試合でみたいなあるかも。でも結構ね、結構持ってるんですよ、はい、そういうタイミングを持ってることもあって、もしかしたら菊池雄星投手の雄姿もお伝えできるかもしれません。はい、ということで、ね、まあ、シアトルでマリナーズと、ちょっと伺わせましたけど、マリナーズと他の試合があるんで、そこも最後にトランジット中にメジャーリーグの試合見るっていうね、でもめちゃくちゃ楽しみですね。まあね、ある意味よ、私はやっぱり、まあ、ポジティブに考える人間なんで、3ついけるんだよ、3つ。しかも20万安い、絶対トランジットでしょ、ね、逆に長くてよかったね。これ中途半端になんかね、3時間とかでもう乗り換えるのに精一杯みたいな時間だったらね、結構大変な。3ついけます。アトランタもちょっとなんかね出てこようと思います。できれば空港出てなんかアトランタの街ちょっと感じて、そして戻ってきて行くっていう形にねしたいなと思ってるので、まあ非常にねこれまあもうちょっと楽しみだし、動画も結構すごいいいものが撮れるんじゃないかなってめちゃくちゃ楽しみにしているので、ぜひですね、まあ代表の夏休みこういう感じでちょっと旅に出てまいりますので、動画の方もご期待いただければなと思います。はい、いややっぱ夏休みね楽しまないと、ね、ダメだと思いますので、いやもう吉田選手生で見るのもう本当私2022年の日本シリーズ以来ですかね。WBC の侍ジャパンもちょっと私見に行ってないので、2022年以来、優勝日本一決めてくれたヤクルト戦以来の吉田正尚選手ということなんで、もうめちゃくちゃ楽しみにしております。もうあと1ヶ月ちょっと、いやー楽しみだな。はい、というわけで、夏休み大学のボストンに行ってまいります。そしてアトランタ、シアトルも楽しんで帰ってきたいなと思いますので、ぜひですね動画ね、また見ていただければ嬉しいです。ではだ。